2020明治安田生命 J1 リーグ第19節、ともに連敗ストップをかけて仙台とセレッソの選手がピッチに入場となりました。では仙台のスタメンとサブです。ゴールキーパーヤクブ・スオミク、柳、平岡、島尾、マテ、パラ、椎橋、浜崎、関口、道淵、アレキサンドレ・ゲデス、西村、控えのメンバーはご覧の通りです。セレッソのスタメンとサブです。ゴールキーパーキム・ジンヒョン、松田、マテイ・ヨニッチ、瀬古、片山、坂本、木本、レアンドロ・デサバト、柿谷、奥野、ブルーノ・メンデス、サブのメンバーはご覧の通りです。手を上げる、中央、高いボール、ここに奥野いる、ボレーシュート、思い切ってシュートを放っていきました奥野です。まあ、今のも、はい、いいところいますよね。さあ、ボール支配率はセレッソの方が多くなっています。シュートの数では仙台が4本上回っています。さあ、ボールを高い位置で取った西村、ここ勝負してほしいですよね。ここはチャンス、シュートは、うん、弾いたボールクリアします、マテイ・ヨニッチ。取ったブルーノ・メンデス、奥の上がる、左に柿谷、その柿谷、木本、シュート来る、グランダーだ。今日はボランチでスタメン起用になりました木本です。いいチャレンジですよね、今のもね、はい、さあ、また逆サイド、片山、ワイドにピッチを使います、セレッソ。同サイドの縦に柿谷、中、折り返してブルーノ・メンデス、アシスト、柿谷、押し込んだのはブルーノ・メンデス、均衡を破れました。まあ、ここの左でね、しっかり溜めながら柿谷が、まあ、クロス上げますけど、ちょっとディフレクションあった感じはしますけどね、いい感じでブルーノ・メンデス入ってきましたよね。仙台は浜崎、中には通すことができない、ここで縦に入れてパラ、中見た、このボールが触った、西村のボールになりました、パラアシスト、中央待っていた西村、同点に追いつきました。今もこのね、間でいい間で受けましたし、このクロスですよね、アーリークロス、いいところ入りました。ボールミス、ロスとしてからトランジションということになります。間の、また西村だ、西村、シュートは切り返す、左足、あーっと PK になりました。西村主審が PK、その笛を吹きました。今のは西村にボールが渡って切り返した後ですね。そうでしたね、決めてきた、逆転に成功しました、西村、これで9戦ぶりの複数得点で仙台逆転。真ん中狙いましたね、はい、ここは清武蹴ります、中入る、ヘディング、同点、追いつきました、セットプレー、マテイ・ヨニッチのヘディングシュート、いいよ。いや、清武のボールもね、素晴らしかったですけど、高かったですね。
90分経過しました。瀬古間で受けて藤田らしいパス、うん、うまいですね今のね。そして清武切り返す、打ったか、うわー決めてきた、1点勝ち越し、決めてきました。清武の右足一閃、コントロールショットが仙台のゴールネットを揺らしました。やっぱ最後はね、まあ、個の力というところですよね。まあ、やはり途中からね交代で入ってきて、やっぱこれだけの仕事をするとそういうのはやっぱりね素晴らしい技術の持ち主だなってね、やっぱり改めて感じましたね。スローイン受け手です。ここで試合終了の笛、連敗を止めたのはセレッソ、逆転で3対2。逆に仙台はこれで6連敗ということになりました。